強くなりたい、伸び悩んでいた大の里はその一心で、石川から新潟、農中への相撲留学を決断した。中学入学時の体格は177センチ、100キロ。当時の村山太陽コーチ、32、は、体格の割には、まだひょろ長かった。力がなく、前に出られなかった。一学年上の高橋優太、兼幕内。 白熊にほとんど負けていたと回想する。だが、シコなど基礎運動に対する真剣度が違った。スクワットを他の部員に隠れて1000回やることもあったという。東海哲也総監督、63は、石川から留学している自負を感じた。何より素直な気持ちを持っていた。指導を聞き入れ、スポンジのように吸収した。 環境面も成長を促してくれた。私生活への指導は厳しく、大野里は本にできるぐらいの地獄と冗談めかしながら当時を振り返る。のどかな農町にはコンビニは数えるほどしかなく、携帯電話も自転車の使用も許されなかった。中学時代の娯楽といえば、寮にある相撲雑誌を読むことと、農海水浴場で泳ぐことくらい、 申し合い稽古を50から60番こなした後、稽古場から約3キロ離れた寮まで走って帰る毎日だった。相撲に集中しながら規律正しく過ごし、豊かな人間性を育んだ。遠見総監督は、生活にメリハリをつけられ、あんなに学校を楽しいという生徒は初めてだったと褒めた。 新潟、海洋高に進学すると一年で全国高校総体準優勝。だが、ここで壁にぶち当たった。首相だった高3時の戸和田大会こそ制したが、全国総体では結果を出せず。埼玉栄で高校横綱になった玄馬空地北の若には一度しか勝てなかった。 大相撲からの誘いもあったが、悩んだ末に決めたのは大学で己を磨き直すこと。東海総監督は、タイトル、全国ボルト、ガニから3つあったら、プロ入りしていたと思う。選んだのは多くの海洋公 OB がいた日体大。何より日体大、斎藤和夫監督、56、のくどき文句に、心を揺さぶられた。山田豊。